ということで始まりました。こんにちは、ズルズルブルーということでですね、沖側からなかったです。セブンイレブンに行ったら、セブンイレブンにこれ一緒ですよね、これと思いますよね。名前からなんかちょっと違うんですよ、少しだけ。銘柄も1円だけ違うんですよ、1円。なんでですかね、1円ですよ、1円で何が違うか食べ比べしたいと思います。こっちの細い方が高かったです、1円だけ。ということでこっちからこの、この太い方が高かったです。じゃあこっちの安い方から味わう。やべ、こっちが高くてこっちが安いです。はい、開けて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 、あーし、あれ、もういいや。身がしっかりしてます。解放旅行だと思いますけど、こっちやっぱぶっといですね。これが何個か、両方何個かあるやつですけど、こういう風になってます。高い方からいただきます。そういうこと。まだ1個しか食ってない。安い方いただきます。安いって言っても400ちょっとです。こっちはやばいですね、少し。あー、安い方が甘みあるっていう感じです。こっちはもう、もうそのままで、こっちがちょっと硬いですね、やっぱ。で、塩コショウが結構濃いめです、高い方が。はい、ということで、もうそろそろ生放送やれんかな、わかんないです。まあ、これで1円の差の比べ合いでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。じゃあバイバイです。バイバイ。あれ、終わったの。